が自然教室で感じた湯の浜のおすすめを発表させていただきます。湯の浜の観光復興のため頑張ります。コロナの影響でダメージを受けていると聞きまして、少しでも湯の浜の力になりたいと思ってこのような活動をしました。子どもたちが湯の浜のおすすめをプレゼンテーション、地元の観光復興に一役買います。湯の浜といえば温泉です。湯の浜には温泉の伝説もあるほど有名です。この水族館にはいろんな魚やいろんなクラゲなどがいます。湯の浜といえばサーフィンです。観光の関係者が見守る中、子どもたちは自然教室を通じて感じた湯の浜のおすすめを発信します。子どもたちの新しいこの視点での提案を聞けるという、すごく貴重な機会をいただけるということで嬉しく思いました。季節によって夕日の色も変わり、日本の夕日百選にも選ばれるほど綺麗で、一度は見てほしいです。山形県民の人たちに湯の浜っていいところだなって思ってもらえるように頑張りました。コロナが収まって湯の浜が賑やかになるといいです。僕たちが大好きな湯の浜にぜひお越しください。湯の浜で一生の思い出を作ってほしいと思っています。自分たちの湯の浜のために頑張ろうと一生懸命でした。100点の出来だったと思います。このプレゼンテーションをきっかけに、たくさんの人が湯の浜の海に遊びに来てくれるといいですね。海と日本。動画いかがでしたか？チャンネル登録もぜひお願いします。